ございます。現在10時45分になります。今回は栃木の方に、キャンプをしに行くんですけども、6月19日まあ梅雨の時期でございますけども、雲がちょっと厚めにかかっていますが、雨の情報はないので、涼しいところにね行きたいと思います。まあその前にちょっと寄りたいところがあるので今そちらに向かっております。はい、運転中でございますが安全運転で行きたいと思います。はい、着きました。ここワイルドワンです。これ宇都宮店の新しい店舗になって、去年の半ばぐらいにできたのかな。なので潜入してきます。よし、行ってきました。例の物を買ってきました。ということで、シェラカップですね。宇都宮西川端店の、シェラカップゲットしました。これで本当にあと仙台2軒だけになりました。今日これを使ってキャンプします。それでは、買い物してキャンプ場に向かいたいと思いまーす。到着いたしました。今回お世話になるところは高原オートキャンプ場。よく夏は使わせてもらっております。ちなみに今日私だけだというので完ソロになります。ありがとうございます。ゆっくりさせていただきます。ちなみに現在時刻は、2時14分ちょっと遅いんですが、ゆっくりしていきます。はい、とりあえずこんな感じです。
今日も、ロゴスのツーリングドーム、やっぱこれ夏は使いやすいですね。あのかまぼこよりかは、中はこんな感じになってます。まあ椅子とテーブル横にして、まあ今日ちょっとスモークをしたいので、スモークのグッズがあります。で、いつものコンテナボックスと、最近ちょっと使っている冷蔵庫で、これ新しく買いました。1000ワットのポータブル電源、結構いいお値段しました。奮発しました。これがね、結構使えれば楽勝です。で、今日はコットで、ブランケットに寝袋、あの安い寝袋で行きたいと思います。あとはライトつけたりとかします。で、目の前はこんな感じと、いい天気です。では乾杯いたします。最近アヤヤグラスを冷やして、札幌大瓶、今キャンプ界で密かに流行っている大瓶をソロで飲むっていうのが流行ってるんで、やりたいと思います。それではいただきます。いただきます。あ、うめえ。うわ、うまっ。超冷えてる。あ、うまっ。うまっ。ああ、虫が多くなってきたので、ぶつかっちゃった。オイルランタンつけていきます。今日はスモークをやっていこうと思ってるんですけども、まあこのスモーク用のやつです。でん、スモークチップ、今回は無難に桜です。これを入れていきます。で、今日スモークしていくのが、ちょっとブロックベーコンがなかったんで、まあちょっとカットした分厚い、ベーコンを、これを4ついぶしていきます。先ほどのチップをここにやっていきます。
このまま放っておきます。今日は先に、成形炭で先に火をつけたいと思います。こんな感じです。これを付けていきます。ライターでつくっていうんですけど、つくかどうか。はい、つけてみました。今ちょっとここら辺からつけてみたんですけど、今手やったらまあちょっと ほんのりあったかい感じですね。うん、ほんのりあったかい感じです。ちょっとここで様子見ます。その間に焚き火をやっていきます。今回も安定の着火マッチ使っていきます。ある程度やってるんやったら、今煙がカメラの方に行っておりますが、だいたいおーいい感じに油が乗っております。煙もうちょいですね。もう一回差し込ます。はい、では、焚き火をしながら炭焼きしつつ、奥ではスモークをやっておりますが、ちょっとお腹空いてきたので、まあちょっと今日はいろいろやりたいと思っておるんですが、とりあえず炭焼きで切り餅焼いていきます。切り餅賞味期限長いですね。25年の3月まで。ひっくり返していくんですけども、ニューギアがありまして、じゃん、フェデカのトング、これめっちゃかっこいいしめっちゃ欲しかったんですよ。これをこれで今回はハサミとして、食材ハサミとして使っていきます。かっけー。おお、いい感じ。おお、いい感じ。もういい感じなの、いい感じなので、あごだし醤油でちょっと食べたいと思います。で、今日行ってきた宇都宮の、西川田店の白カップでお醤油かけて食いたいと思います。うまそう。うわ、注意。いただきます。うわ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 、いただきます。あ、うまっ。もちうめ。うまっ。
あ、めっちゃうめえ。あ、うまっ。うん、うまい、うまい、うまい。はい、じゃあちょっともうちょっと火を消えちゃったんですけども、ベーコンどうなってるか。パカ、うわ、マジかよ。いいじゃないですか、こんな感じです。うわ、うまそう。ちょっと寝かせます。2回戦目としてチップはなくなったので、ブロック、リンゴのブロックを使ってこのままやっていくんですけども、次スモークするのが、アイガモ、岩手県産のアイガモを、まあ3枚ぐらい、2枚かな、2枚ちょっと軽くスモークしていきたいと思います。2枚でいいな。2枚でいい。はい。今日のウイスキーは、でん、白州12年。でん、白州ハイボール、いただきます。いただきます。あ、うまうま。成形炭がいい感じになってきてるので、スモークしてないカモを焼いていきます。うまいじゃんこれ。うわ、うまそうだよこれ。もうやばいよこれ。ね、さっきのレモンをピッてかけます。このままいただきます。うわ、いただきます。もう一枚。あ、うまっ。実はですね、今日キャンプのスタンバイをあんまりしてなくてですね、バババってパッキングしてバッてきちゃったんで、調味料を全て忘れてきちゃったんですよ。なので今回の醤油も、あごだしのこれも醤油も買ってきたのと、塩コショウもましてオイルも忘れたので、もう今日は味付けは全部これでいきます。これと
香りソルト、ガーリック&オニオン、野菜ブイヨン入り、もうこれと、まあ、万能スパイスとさっきの、あごだし醤油で、全部味付けはしていきたいと思います。まああとレモンもあるんで、まあ美味しくいただきます。では鴨のスモーク、結構時間経ったのであれですけども、いきます。バッカ、お、めっちゃちっちゃくなってるあ、でもいい感じかな。あ、ちょっとやりすぎたかな、本当にスモークされちゃう。これが鴨スモークです。レモン持ってきました。レモン今ここでバーってかけて、このままいただきます。うん、あ、うまい、うまいうまいうまい、あ、うまいわこれ。うん、あ、すんごいうまい。続きまして、鴨の後はやっぱりラムでしょう。ニュージーランド産のラムチョップ、これも炭焼きしていきます。ラムチョップ、そろそろいいでしょう。ラムチョップ、イエー、イエー、イエー。今日は骨は焦げておりません。このままいきます。いただきます。いや、かっこいいじゃん、これ。うまっ。あ、うまっ。あ、これかっこいいじゃん、うまっ。うまっ。結構な時間になってしまいまして、ラムチョップ食ったらすげえまったりしてしまいまして、今、8時半になります。だいぶまったりしてしまったので、もう外は真っ暗になっております。焚き火を楽しんでハイボール飲みながら寝たいと思います。どうもお疲れ様でした。
今日の朝のお目覚は七夜の静岡抹茶レモンティーです。いただきます。あ、ちょうどいい。サラダ、トマトサラダ、わさびドレッシング、冷蔵庫が最強すぎて凍ってやがる。冷てうめ。で、朝飯は流水麺、そうめんでつるっといきたいと思います。これも冷蔵で煮るか、凍っちゃってるけどね。なのでちゃんと流水してます。ほぐしてきました。まだちょっと中が凍ってるところありますけど、これでいただきます。今日はそうめんつゆでストレートでつけて朝飯は簡単にいきます。今日は簡単に、はい、いただきます。